はい、どうもこんにちは、カリパイです。さあ、サティスファクトリーね、やっていきたいと思いますけどもね、今回はね、いよいよこちらのね、ね、ちょっと待ってくださいよ。何でしたっけ？電気機関車ですね。うん。で、この、まあ、貨物車っていうのもね、これも搭載して、まあ、とにかくね、向こうのね、原油のエリアの方までつなげて、一回ね、なんか行ったり来たりと走ってみたいと思います。よしよし、じゃあ、恒例行事ということでね、まずはちょっとクリスマス行きましょうか。14まで行ったのかな？で、残りは、もう半分来ましたね、じゃあね。15、あった15。はい、金の玉ゲット。そして、16目行きましょう、16。はい、ゲット。おー、カラー弾薬だ。OK ですね。17も一応確認と。ありませんですね。よし、ちょっとじゃあこれはね、こっち側へ置いていくとしましょうか。ですね、カラー弾薬一応持っていくかな。うん。カラー弾薬で思い出したんですけど、前回の動画でね、この材料をね、ここをね、いちいちね、なんていうかな、張り替えてっていうのをやってたんですけど、こうね、あの動画をね、編集してるときにふと気づいたんですけど、このカスタマイザーのね、ここですね、材質っていう、この色とかね、スキンとかパターンとかあるんですけど、こう材質でね、このアスファルトっていうのを選ぶと、ほら、これでね、簡単にここをこう、こんな感じでちょっとやってみましょうか。こういう感じでね、ほら、簡単に、糸も簡単にですね、こんな風に張り替えれるとと。うん。なので、いちいちですね、取り壊さなくてもよかったので、こっち側ね、はい、こっち側も、全部やっちゃいました。で、ちょっとね、こんな感じで、なんかゼブラゾーンもつけたりしてね。見えるかな？三車線すべてね、はい、アスファルトになってます。それから、こちらですね。じゃがーんと、レールをね、ここがね、ちょっとこう、車でね、通れないということで、こんな風にね、高架にしてみました。はい。じゃあ、そうだな。せっかくなんで、途中までね、行ってみましょうか。これでね。途中まで作ってあるんで。よいしょ。行きましょうか。おー。これね、大丈夫ですね。ほら、ほらほら。行った行った。こんな感じ、こんな感じ。いや、いいですね。で、ずーっと行って、あの分岐のとこね、分岐というか、まあ、あそこですね、ルートが分かれる場所、あの付近までは、ね、行けますよね。うん。これね、こんな感じで、ちょっと表示もね、変えれたっていうね、こういう風ですね。おほー。すごい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 。めっちゃすごい。うん。で、ここまでなんですよね。はい、ここまでここまで。こんな感じですね。いや、なんかすごいな。んーで、よいしょ。え、どうなった？これ大丈夫か？ちょっと待って。なんか、あー、よかった。よし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 。で、ここまで引いてあるので、ちょっとなんか今あれだな。降りたときが、こっちが降りちゃうんだ。怖っ。よいしょ。うん。じゃあ、この続きをね、ずーっと引っ張って、まずちょっとね、レールだけやっちゃいます。作業ですけどもね、やっちゃいたいと思います。はい。なんかね、ちょっと、適当というかね、ぐにゃぐにゃしちゃったんですけど、まあ、なんとか一応ここまで引いてくることができましたね。はい。
まあ細かいとこはね気に食わないとかたくさんあると思うんで、またそれはねおいおい直していくとしましょう。でね、駅をちょっとここにも立てて、これ駅ここでいいのかな、規模感がちょっとね桁が変わっちゃってる感じがするんでね、これぐらいならどうでしょうか。あ、来た。これあんま下げるとでもな、後ろ貨物がつながるかな、貨物プラットフォーム。あ、いけそういけそういけそう。こっち側でいいのかな？ですね。よし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 。それで、ここもね、電源を取らなきゃいけないかな？よいしょ。一応こう取っといて、よし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 。一応できましたね。ですね。ちょっとじゃあ、途中でね、置いてきたね。電車のとこまで戻りましょうかね。よし、戻ってきた。じゃあね、行ってみましょうか、向こうまでね。今ね、戻ってくる途中ですね、極端になんかね、レールが浮き上がってるところとかなんかも、少しね、直しながら、やってきました。はいはいはい。まあ、とりあえずね、第一目標としては、ちゃんとね、向こうまでね、列車で行けるかどうかというところですね。はい、オッケーですね。よく見るとぐにゃぐにゃ曲がってんな。あ、データ繋がってない、ここ。ほら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 。あー、こんなんなっちゃってる。なんだこれ。あれ？解体できないぞ。これが乗ってるからかな。あ、来た来た来た。よしよしよし。なるほど。列車が乗ってると解体できないんだ。ここでいいかな。で、電気機関車これ乗せて、よし、行こう。いや、これもね、めちゃくちゃ便利ですよね。うん。作ったりね、消したりっていう、こう、簡単にできちゃうのが。ぐにゃってんなー。カーブがきついか？大丈夫か？ああ、いいっすね、いいっすね、いいっすね。なんだかんだ速いっすね。うん。スピードが。160キロ出てる。おお、あ、いいな、いいな、いいな。来た、来た、来た、来た。早っ。到着。よしよし。つながったということは確認できましたね。うん。でですね。ちょっと待ってね。これね。もう一回ちょっとやってみよう。ちょっとやってみたいことがあって。電気機関車。ですよね。でね、このね、貨物車っていうのがね、あ、こういうことなんだ。あ、もう自動的につながってる、ここ。これ荷物を乗せるってことですよね。インベントリー。ああ、なるほど。どうすればいいのかって話だな。ここに持ち込めばいいってことかな。ちょっとじゃあ、試しにやってみるか。さあ、試しにね、ちょっとこう無駄なんですけどね、この距離が遠いからね。だったらもうこの貨物を向こうにした方がいいんですけど、まあ一応ね、将来的にね、ここのレイアウトのことをね、いろいろやりたいので、まあゆくゆくはね、もっとね、スムーズに行くようにしたいんですが、とりあえず今日はね、テストということで、貨物がどういう風にね、入っていくかと見たいんでね、うん、やってみました。そうですね、ゆくゆくはね、ここフロアをね、上に上げて、この、今ね、この坂をずっと下ってきてるじゃないですか。で、この1段、2段の坂のね、2つ分の高さをあのまままっすぐこっちへ引いて、で、この土台上上げてね、列車のね、駅を上にしちゃおうかなって感じですね。あ、入っていってる、入っていってる。で、どうなってるんだ？これ、プラットフォームの中入ってますよね。発進転送速度0個になってて、これ何も入ってない。あれかな、位置が悪いってことかな。F でドッキング。あ、来た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 。あ、こういうことだ。おお、すごい。うわー、すごいすごいすごい。コンテナ来た。あ、めっちゃリアルじゃん。
で、どうなったんだ？ん？何も出ないな。また入ってってますけど、66。なるほど。ちゃんとシビアですね。これ中入って、で、この、これですね、このコンテナにどんどん入っていくじゃないですか。で、そのコンテナをこっち側にってことなんですけど、これね、まあゲームだからって言って、ここをビューンと勝手にこっち側転送されてるわけじゃなくてってことか。すごいな。あれ？またドッキングってなった。なんだ？え？わ、すごいすごい。あれ？向こうなくなっちゃったな。え？そんな。なんだなんだ。いや、今のはちょっと待ってくれ。今のはなんだ？もしかしたら、残りの分が入ったってことか。ああ、なんだ。やっぱそこはゲームか。了解了解。こう自動的にはビューンっていかないんだけど、今ね、自分でドッキングっていうのをやったら、この中のものが映ったってことか。で、すでに映ってても、もう一回上乗せできたってことですよね。なるほど。OK です。まあ今のは手動でやった場合ですよね。列車設定が、今はこれはロードだから積み込む方ですよね。なるほどね。でね、ちょっと待ってね、これね、列車メニューを開く。今手動運転になってるでしょ？自動運転。機関車に時刻表がありません。時刻表。時刻表の編集。今の駅がどっちなんだ？今は多分こっちですよね。ですね。で、こっちに行きたいんだけど、これを追加するってことでいいの？次の駅。はい、来た。次の停車駅に到達できません。なんだ？ん？どこだ？これか。これも足してみるか。こっちが、これなんかでもそんな風になりましたね。ここからここみたいなね。で、状態に停車できません。駅は設定したんだけど停車できないってことは何か他に問題があるってことだな。ちょっと待ってよ。そもそもの話。これって、ちょっと待ってよ、駅がね、ん？よく考えろ。列車の向きがこうなってるからいいとしても、これって、確かね、これ列車、駅のね、なんか方向があって、今ね、画面の右側の方に向けて設置したんですよ。で、そうすると、この駅を起点に行くときは、いいですよね。右に行くって風だから。なんだけどね、確かね、向こうのね、第一拠点の方の駅もね、確かね、この、出ていく方に向かって矢印をつけた気がするから、そうなってると、この電車が入ってく進行方向、逆ですよね。で、こっちも反対のこと起きちゃいますよね。これ、こっちから、この画面右からビューンって来たときに、入れないってことなんで、これ、駅が逆なのかな、じゃあ。それ試してみるか、一回。なんかそんな気がしてきたぞ。駅が、今ほら、こういう向きで作ってたんですけど、こっち向きでやったらどうなるかな。そうすれば、これ、こっちが入っていけますよね。出ていく向きは別に関係ないかな。どうかな。それが気になるんだよな。あ。そういうことか。あ、OK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 。わかったぞ。これ、こっち側になったから、これでも別に、これでも、ちょ待ってね。進む分に関しては別にこれでも、進むんかな。あれ、進まないな。
じゃあ、ちょっと待って、これね、貨物と駅の場所変えるか。うん、で、奥までビューンって、先頭で、あの電車の頭が入っていくイメージですよね。そうしておいて、よし、もう一回仕切り直しだ。で、電源がここか。ここから。よし。これで、この状態で、もう一回やってみよう。この状態で、奥が、電気機関車、この向きですね。この向きにしておいて、とりあえずね。ここに置くでしょ。で、ここに貨物を置いて、これをつけて、これをつけて、ですね。まあ、到達できないのは、まあ、向こう側も同じことになってるからってことだと思うんだけどな。これはもしかしたら、こっち側にもいる？こういうこと？ちょっととりあえず手動運転にしといて。あ、動いた。これ前後ろでいるんかな。これ一回取ってみよう。前後ろでいるんかな。手動運転でも、あ、動きますよね、一応ね。これこういう向きでもね。そうか、特にこの先頭のね、電車が前向いてないといけないってことはないんだろう。これまたドッキングして、よし、 OKOKOK。 じゃあ、危ない、うわー、落ちちゃった。よしよし。じゃあね、ちょっと今のね、考えが正しいかどうかを試しに第一拠点に戻るか。なんかね、駅の方向のような気がするんだよな、理屈的に考えたら。だってね、もう一回言うんですけど、あの今駅の矢印が今自分の方の手前の方向いてたら、出発はできてもこれ入っていくことできないですよね。で、入っていくことができないっていうのがなんか問題な気がするんだよな。うん。だけど逆に言うと、じゃあ矢印向こう向いてるから向こうにこのまま進んでいくのかっていうふうに思っちゃうんだけど、どうなんでしょうね。とりあえず一旦この状態で手動で戻りますか。こう後ろ向きなんだけどね。うん。これをじゃあ積み込んだら行きましょうか。よっしゃ、来た。じゃあ行きまーす。じゃあね、このままで一回戻りまーす。いやー、これ音がいいっすね。なんか音がね、リアルだ。ガタンゴトン、ガタンゴトンみたいな。すごいなー。ちょっと視点変えましょうか。いや、いいな、これだけで十分楽しいな。すごい。はい、来た。で、こっからどうなるかですよね。こっちの駅もね、矢印の向きが、あ、でもね、これ行ったか？ドッキング。ドッキングってなったけど、あ、そうか、わかった。こっち側は、積み下ろしにしなきゃいけないですよね。これを、こっちにしとくと、中に入るってこと。ちょっと待って、でもね、待って、その前に、こっちをやりたいんだよな。あ、なんかなった。おー、動いた。やったー、自動運転なった。おー、いいねー。ほら。これが拠点駅で、これが、原油の方ですね。今ね、このマップで。ほら、動いてる。来たー。そうか。
第一拠点の方が今進行方向向きの矢印になってて出る方はいいですよね。で今向かってる原油の方が入っていく矢印で OK ってことか。なるほど。だけどそうなるとこれ原油の方から第一拠点の方って入れないですよね多分ね。どうなんだろう。ああ楽だこれ、自動運転楽だ、すごいすごいすごい。これ自動運転でなんだけど荷物の積み込みとかも自動でやってくれるんかな。早っ、もう到着だ。ウィーンと来て乗ってる必要別なかったの。すごいすごいすごい、ついたよ。おお、すごいじゃんこれ、自動じゃん。あ、これはね決まったわ、もうこれ決定だ、これもうこれで行こう、ずっと。すごっ。じゃあこれプラスチックをガン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 運んでくれるってことですよね。これやってる最中は見えないのか。あ、終わったっぽい。あ、パーって言ったけど進まないな。へー、あ、入った入った、ペッて言ったけど、あーダメだ、こっちから向こうに行けないんだ。何があれなんかな。やっぱね気になってるのは向こうの駅の設定なんだよな。あっちの駅の向きもちょっと変えてみようかな。じゃあ、うん、ちょっと面倒ですが歩いて向こうへ戻りたいと思います。あ、いや待て待て、そうじゃなくてね、これもう一個あるな。よし、これに乗っていこう、自分がね移動だけのために。いきまーす。じゃあ戻りまーす。よし、戻ってきた。じゃあね、こっちもね、同じように、変えてみようかな。こうして、まずはこうするでしょう。んで、ここを駅にして、そうなんですよ。この今、駅の向きがね、最初ね、こっち、この画面の右側向きだったんですよね。これをこっちもこう左向きにしたら向こうの駅からこっち入ってこれますよね。これダメかな。でここを積み下ろしにして、でこの中にバンバン入ってくれ、まあこれがねゆくゆくはこっち側に持っていけるようにっていう風にすればいいんだけど、とりあえずここまでにしようかな。それでね、これ電車、駅では設定できない。時刻表。あ、来た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 。今ここでしょ？時刻表の編集はここじゃできないんだな。駅の設定は見れるってことか。よし。じゃあ、ちょっとじゃあもう一回向こう戻るか。今度はね、ちょっとバギーで、バギーってかエクスプローラーで行っていきたいと思います。あ、なんか勝手に動いてる。あれ？これうまくいってんのかな？ペーって言ったんだけど、ちょっと待てよ。自動運転。時刻表が今1個しかないな。あ！これなんか行ったんじゃない？これでダメかな？あああああ！降りてみよう。
これダメかな。これでうまくいってくれたら嬉しいな。今なんか爪にをしてますね。あれ動かねえや、やっぱり。やっぱりね、これね、どう考えても、これもう一個つけた方がいい気がする。こうして、ああ、いった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 。いきなりいった。ああ、やっぱあれかな。これ自動運転って、ああ、行っちゃったよ。自動運転ってあれなんかな。進む方向に車両がないとダメってことなのかな。ちょっと行っちゃった行っちゃった。これ荷物どうなってるかな。よし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 。なんかうまくいったぞ。適当にね、なんかやってたら。だから、あれですね、駅の向きと、あと、その車両ですね、なんていうかな、手動の運転の時って、別に、交代っていうかね、前進、後進っていう風にバックもできたんだけど、多分ね、自動運転の場合って、あれ、前にしか進まないんじゃないかな。今の感じ、自分で今試して分かったのはそんな感じかな。さあ、もうじき駅じゃない、拠点なんですけど、走ってきてる？あ、来た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 。ちょ、待て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 。来た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 。うわぁ。すごい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 。勝手にやってるよ。これ、これちょ待って、これ待って。あ、乗れた。おお、ちゃんと次の駅になってる。バッチリっすね、これ。よっしゃ、来た来た来た。できたできた。ですね。やっぱこれあれか、前と後ろにつけないと進行方向ってことなんだ。へえ。で、あれか、将来的には、まあ荷物をね、もっともっと運ぼうと思ったら、この真ん中のね、貨物の部分を増やせばいいってことですよね。で、その分ね、貨物の分だけ、向こうのね、あれか、貨物のステーションをつけなきゃいけないって感じかな。わー、これめちゃくちゃ贅沢ですよね。たった一つの荷台をね、運んでるっていう。すごいじゃん、これ。ここ空になってるってことは、ちゃんと向こうでね、プラスチックも、積み下ろしできてるってことですよね。来た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 。ちょっとじゃあこれ様子はここから見ましょうか。はい、到着で、荷物は来たー。やってるやってるやってる。めっちゃ楽しいこれ。すごっ。はい、おらい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 。うわー、めっちゃいいじゃん。これはね、ちょっといいですね。で、プッ。あー、いった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 。やったー、完成だー。行きましたねー。いやー、よかったー。いや、でもね、なんかちょっと、これなかなか難しかったなー。ですよね、駅の向きが結構なんか大変重要だな。入ってく、外から入ってくるっていう風なイメージで作らないといけないってことですね。ですね。うん。なのにもかかわらず、出てく方は、車両のね、この頭があれば、これがちゃんとその出てく方を向いてればいいってことか。まあ、こういう風に往復する場合はですけどね。片道で行きっぱなしって、だって電車ってそんなありえないじゃないですか、あんまり。帰ってかなきゃいけないから。だからこういう、その、頭の前の方の向きにってことですよね、これね。うん。なるほど。面白い面白い。さあ、走行していたらね、また来ましたね。はい、いってらっしゃい。うーんってね。いいなぁ。これめっちゃいいじゃん、これ。そうか、ゆくゆくはね、このマップ上をですね、縦横無尽にね、まあ、路線を増やしてね、あっちもこっちもっていう風につなげて、あっちの拠点から、
こっちの拠点とかね、それから例えばあっちの工場からあの材料をこっち運んでみたいな、そういう楽しみ方があるってことか。いや、いいな。まあ今はね、もっぱら移動手段としてもね、なんか使えるかなっていう気がしてるんですけど、うん、まあゆくゆくはあれかな、その荷物の物流のね方をメインでって感じになってきますよね。まあとりあえずね、今ね、あのこっちの自分の第一拠点に必要なものとしてはプラスチックがねたくさん欲しいっていうことなので、じゃあね、この電気機関車貨物でプラスチックの方はね、これでとりあえず一安心かなというとこじゃないでしょうかね。うん、さあ、で、プラスチックがね、もうどんだけ入ったかな。おー、めっちゃ運ばれてきてるじゃん。いいっすね。ここのね、設定だけね、間違いないよね。この、積み下ろしとね、積み込みっていうの。で、こっからまたビューンとね、引っ張って、こっちに持ってこればいいですもんね。そしたら、ここに自動的に入れていけば、まあ、ずっと動くと。いうことですよね。よし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 。じゃあ、これでね、コンピューターをガンガン作っていきましょうよ。ね。あ、そういえばなんですけど、ここにあったね、ハイパーチューブ、これ今ないじゃないですか、よく見たら。でね、これね、ちょっとね、ルートを変えたんですよ。この下へね、通しました。これですね。これこれ、ゲインエリア方面にちょっと行ってみようかな。こう中をね、走らせて、若干ね、荒いとこあるんですけど、中を走らせて、岩の中貫通した。そう。で、ここから地上にこう出る感じですね。で、これいつも通りと。こういう風ですね。うん。戻ろう戻ろう。そう、だからね、こっから、この先は下入るからね、そこがスッキリしたっていう風ですね。うん。こう下はね、何でもかでも全部下通しちゃいみたいなね。はい、来た来た。おお、いいね。これ、これも本当便利だよな。で、こっから、シューッと上がって、はい、ここですよと。はい、これですね。こんな感じ、こんな感じ。あ、いつの間にか来てる。ペッ。うわー、結構サイクル早いな。いってらっしゃーい。いや、いいね。すごい、すごい、すごい、すごい。こりゃいいや。はい、というわけでございましてね、今回はね、こちらですね、電気機関車、貨物車、駅、貨物プラットフォーム、このあたりをね、ちょっとやってですね、うん、遊んでみました。最初ね、自動運転の設定がよくわからなかったんですけど、いろいろね、試した結果、まあ、なんとかうまくいったと。うん、ですね。駅のね、方向と向きですね。それから、電気機関車をね、進行方向にそれぞれつけないと動かないって感じじゃないかなと。うん、と思います。わかんないですけどね、合ってるかどうかね。でも、それで今のところ自分はうまくいってるんで、多分そうじゃないかなと思います。はい。でね、荷物今ね、プラスチックを自動でね、運んできてくれているので、まあ、これはね、よしよしという感じですね。はい。というわけでございましてね、今回はここまでとなります。じゃあね、また次回の動画でお会いしましょう。